どうも宮川大輔ですどうも剣道小林ですねえ皆さん初めましていや初めましてですよねはい本当に大輔さんとねこの剣道小林が、はい、俺だっ日本をいやこんな嬉しいことありますかね想像もできなかったですねいやこれ聞いてましたもん僕小学校の時とかはい いや、それを二人で今やってるんですよ。昔ね、ため池三郎にあったあの、吉本がね、借りたあの、誰か、緊急な時に使える宿舎みたいなとこでね、マンションで。ありましたね。ね、オナニの合戦した二人が。じゃあじゃあ、それいるその、オナニの、ため <laughs> 池三郎の、その話 <laughs>、はい。でもあれが、<laughs> あのー、もうちょっとええ話しようや。俺感動したんですよ。あ、先輩でこういう風に接せれる人おんねんな。 他の、例えば、分子師匠とかやったら殺されてますよ。当たり前やん、そんなもん。先輩じゃん、師匠や。二角師匠とかやったら殺されてる。よ、そんなもん。殺されてますよね。いや、殺されるか、そんな話やんならへんし。そんな話じゃ止まらへんし。でも大輔さんが、ええ。コ おなにしようって言った。<laughs> <laughs> ちょうど雨上がりさんのね、雨上がり決死隊さんのライブを手伝うって言って、うん、大介さんもチュパチャプスを解散して、そうです僕ももデンジャラスコンビというコンビ解散して、はいはい、で仕事がなかった、うんあ。僕はその前のコンビかな。そうそうそう、はいで。全く仕事ゼロみたいな雨上がり決死隊さんが、お前らじゃあライブ手伝いや、言うてね、うん、誘ってくれて。そうです、えー、で、稽古の合間、 こうアメガルさん仕事行くとその間大介さんと僕がこうそうため息さんの部屋でやることないなみたいなや、うん、ることなかったね、まあ、お金もないしねお金もないし、うん、本当にあの赤坂ラーメン食うのが限界でしたもんね限界やあのいっぱいれそれで一日のお金全部使うって何にしたんやろ二人で台本読み直すのもんそんなことも別にせんでもなみたいな空気の時に大介さんが優しく、うん、小バオナにしようって言ってくれた時え、うんうん、それなんかあんまりかっこよくないよね文字ですか 俺、これ深い話出たら言おうと思ってる、うん、言えてるか、こんなもん。使ってもらえるか、こんなもん。ハ <laughs> うんや、全部。ハドリさんのレバーが楽しみですよ、ほんとに。いや、うんや、そんなもん。<laughs> うんの前にもう、話した瞬間に落とされてるよ。それあ、そうですね。そうです。大介さんとはね、あの、普段僕ら、あの、ライブやってまして。そうなんですよ、ね。アンギャーっていうね、全国丸ライブやって。それで二人月一回は。そう。一緒するんですけども。うん。そ,、うん、それ以外、なかなかね、あんまり。 最近は少なくなりましたね。そう。だから初めは、なんかあれですよね。はい、地方行って、まあ、小葉の彼女とか。最初はそうやったんです全国回ってね。俺の嫁見つけようみたいなね。そうそう企画やったんですけど。そうそう。ほ、うんで、北海、え、沖縄か。からまあ、北海道まで行って。はい。で、初めはキャバクラとか行ってたんですよね。行っ,行ってました、行ってました。なんかもう何十万もあるってね。<laughs> はい。北海道のとか。北海道のね。 有名クラブで。有名クラブ。行きましたよ。あれ使いましたよ。ほんで僕、あれね、先輩から、まあ僕払うじゃないですか。はい,はいはいはい。やっぱりね、あのー、これ、毎回やってたら、もう一んお金いるなと思って。<laughs> 全国4、あれに47かけたら、<laughs> もう、もうほんまに。まあ、うん十万取られましたもんね。うん十万ですよ。びっくりしたもん。腹立つ。一回合点しましょう。だからこれから。いや、いいです、いいです。いや、最近行かないじゃないですか。 いや、あれに気使って俺もなかなかいけないんですよ。あの時の。いや、ちょっと待って、そんな俺、あれ出してたその、なんか。いや、その、あん時の、この、まあ、北海道のね。ちっさ、俺。某クラブ打ち上げで行った。はいはいはい。で、まあ、そのね、なんか、うおみたいな。宮川大輔さんとケント小林さんじゃないですかみたいな。わかりましたみたいな。こっち何も言うてんのに店とか。もうわかりました。あの、店閉めますと。で、女の子全員もここ。 系列から呼びますわ、みたいな。うんうん、めちゃくちゃ可愛い女の子ね。来たよ。二十人ぐらい来て。びっくりしたもん、なんか緊張したもん。はい。可愛すぎて、綺麗すぎて。はいで。まあ店の名前は言えませんけど、うん、結局最後32万ぐらい取られたんですよ。うん、その時、大介さん顎太ってましたからね。<laughs> どういうこと <laughs> なんかボンってあこうか。え <laughs> <や>みたいな。急にね、なんかね。<laughs> あれ顎マジで。一瞬で顎太ったんですよ。顎ん。来てたはい。いや、ほんまに。あれで俺なかなかやっぱり、大佐さなキャバクラ行きましょうって言えなくなったんですよ。いやいや、それ大丈夫やねいや、でももうちょっと抑えていこう。やっぱ30なのあと佐賀県のスナック行った時に。おい、ちょっと何の話しようとしておばちゃんと若いホステスさんのスナックやったんですよ。で、その時にその若い子が、めちゃくちゃ僕のこと好きやがって、言うてくれて。 もう、こんなところでなんで突然剣道小林さんが来るんですかみたいな。はいはい。もう夢みたいみたいな言うてくれ僕もまあ上機嫌なるんですよ。うん。明らかに大介さんがもう、なんていうんですかね。あの、眉毛の横になんか、見たことない血管浮かんでて <laughs> <の>。<laughs> みたいななんか、言うてて、うん、いやっと悔しかった、ジェラシーなんですかね。 いや、そらそうやん、そらそうやん。ジェラシー、どうやって解消したか言ったら、その、うん、若いホステスのほと僕が、こう、なんですか、ね、あの、お酒組み交わしてね、うん、べちゃべちゃ喋ってるとこで、うん、チーク踊りたいって言い出して、おばあちゃんとチークして、もう60、うん、70ぐらいですかね。<laughs> 74や七<よ>74歳のおばあちゃんと、ディープキス言 <laughs>。言うなよ、言うなよ。 ものすごいね、今までね、いろんな、まあいろんな方は言うか、そんな、まあ結構キスしてる方やと思うんですけど、なんかね、なんか初めての味、なんか。なんやろね。いろいろ。古い味しなよね、なんか。その1時間ぐらい前にね、お子さんとあのスカイプで喋ってまやめろ、そまあそんな二人がね、今回やらせてもらうことになります。いや、ほんまにね。いやいや。 いやでもやっぱ面白いですよね。だからそれでなんかこう、話もできるじゃないですか。はい、だからこういうところでね、おしゃべりさせてもらうとか。はい、うん。だからほんまに僕の30何万も、やっぱあそこでほんま眉毛の横にこう血管出して。はい、ね。積み重ねですからすい。いやほんまに。はい。くやすぎてね。で、おばあちゃんとほんま、なんかビャーってキスしてたらみんなのあの、 なんか、性欲とか落ちんのちゃうかなと思って。あの時すげえ怖かったですよ。落としたろう、みたいな全員の。いや、すごい怖かったっすよ。壊したろう、みたいなったっ。その後僕がカラオケで、エリモミサキ歌ったんですよ。うん。森新さんの。大介、うん、さん、俺の歌えってぶち切れるっていう事件がありました。<laughs> いや、違うでしょ。いや、じゃああれ俺知っさんと吉田拓郎さんの歌ですよ、ねね。いや、違うね。あれ俺の歌やね <laughs> 違うね。俺の歌というか、あれ、俺、そう、お父さんが、僕に初めて教えてくれた曲は、海その愛やって変えられんで、2曲目に教えてもらったんが、襟リ岬やねん。だから俺のもんやろ。何で歌うのよーですね。そう、1曲目はね。そう。あれも、確か、俺が昔尿道炎になった時に海出たんですわ、っていう話して、その後、海よーって言ったらブチ切れたんですよ。俺の歌や、そう、言って。 いや、だからほんまにそれぐらい思い出あるやつを。たまに怖いんですよ、大輔尿道園の海って言うて、それでその歌を歌うなっていう、そんな風に使うなっていう。俺は笑わなへんぞ、確かに真っ当な怒りですね、それは。それに関しては真っ当な怒り。そうですね。ええ。まあこんな話は尽きないですよね。わかりました。じゃあちょっと始めていきましょうか。行きましょう。俺あのこんなコール俺らができるなんて。そうやね。だからこれが言いたい。これが言いたい。はい。行きましょうよ。じゃあ大輔さんからお願いします。あ、俺からかごめんい。行くよ。はい。 宮川大輔、お剣道小林の、オールナイトニッポンゴールド。改めまして、こんばんは、宮川大輔です。の、まあ、けんど小林です。ね<ー>、はい、まあ、まあ、ちょっと。ね、いきなり下の話ですよ。そんな話はもう。 あの皆さん何を思ってるか知れないですけど、うん、さっきで終わりですからね <laughs> いやいや、うん、結構僕ら全国回ってこんな話を永遠やってるんですよ <laughs> お金頂い,いて <laughs> でもまあね <laughs> お母さんがすげえ怒ったんですよねお母さんが怒られてお客さんのねお子さん連れてきてアンケート ね白い余白がなくなるぐらい怒りの文書がつらかったねなってていや子供さん来た時ってやっぱりまあ宮川大輔だお祭り男みたいなイメージやったんでしょうけどあの時多分 WBC の野球が優勝したんですよ結構前日本勝ったそうそう五年5年ぐらいかけてね日本一緒したライブですからであの時のそのねっ 日本の、うん、あのチームの誰に自分が女やったらどんなセックスしたいみたいな話を<ー>永遠してた時ですよしし、ね、大勢さん城島さんでした、ね、そうですそうですそうです引退されたねはいはい、はい、にもうあのパンツ破られてとか、はい、あのもう激しくやられてたいみたいな、はい、僕は大川沢さんに <laughs> 確か生でしてって頼んでもあかんっていうコンドームつけられてやられたいってじゃそれお母さん怒りますわねなんか恥ずかしくなってきた今のようそんな話してたよねだからその時はねお叱り受けましたけれども今日は違うでしょそうですね大輔さんだからあの同い年なんですよ僕とそう芸歴はね2年ぐらい先輩ではいはい僕17から入ってますから本当あの特殊な人というか 本当まあ僕の中かいろいろカルチャーショックというか,、うん、か先輩後輩の関係みたいなやめてって大輔さん僕に言うんですそうあのね僕ねだから正直まあ欲しさのとコンビ組んでたんでしょ、はいはい、でやめたでしょ、うん、で僕はまあ言うたら芝居の方お芝居ねもうお笑いなんか自信なかったですからあ宮本亞門さんの、ねはいはい、舞台とかそうです ね野田秀樹さんとか出させもでまあそっちに行った感じなんですよ、うん、でその時にもう僕はまあもうその芸人なんか無理やなと思ってた時に、うん、あのー、ルミネで「はい、あの新喜劇やるから来て出てくれ」言われて何でも断ってたんですようん、うん、そんなんも,もうほんまにお笑いはもう無理やと思やめようもってたやめよう言うかもう無理やもってよ いやほんまに自信なかったのよえ<ー>ほんででもルミに出てくれ言われていや今星ちゃんが上がってるとこやからそこは僕はあのあの芸人あのじゃあ役者になりたいって言うて辞めたもんやから僕はそこ上がれへん、うん、でも星ちゃんがええよ言うてるよ言うて星ちゃんに連絡取ったらいいよ言うほ、うんならまあ出てみるみたいなほ、うん、れでまあそっから今に なんか自然に言ってるわけですよ兄さやらにこう旅行を連れてってもうて面白いなみたいなお前の話面白いながら滑らな話作っていただいてス、はい、滑らな話でテレビ出るようなって言うたらわっしょいですよ、うん、次はいろいろこう今に至るというかごめん興味ないこの話 <laughs> いやそんなことないですいや今このね音楽この ちょっとい流れ出てちょっとでもいい話じゃないですかしたいね話とかどっちだつしたい話でしたかめ池さんのお兄のいやそれええわ俺俺はめ池さんのお兄の話のがなんか大輔さんとのこのすごい思い出でたまに思い出すんですよほんまにあれあれでも青春やな俺の青春ってあっこやなってことですよ分かる分かるだからまあ結局そういうのだから俺困って俺興味あったんやはいで こい<な>なんでもどれにいや俺は、はい、なんかねあのプロレスも好きやったし、はい、で言うたらこうバッファローさんとか仲良かったでしでここううなんかこう言うたら、なんかこいつすごいやつやろうなとおうなんかうみんなが売ったら響くで売ったら響くでみたいなそんな評判立ってました立ってたんですよ、はい、ほんで、コバと一緒になったからこれどんなやつやろうと思ってでまあでもその性に関しては。<laughs> ちょっとちゃうんちゃうかなとはいはいだから「しこしこ」言うていいのこれ「しこしこ」なんて分かんないですけどまあいいんじゃないですかもう流れてますもんね一回こっきりですしいや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 そういう言い方やめましょうよ乱暴やんやり逃げしましょうやり逃げなんか乱暴やん言い方が気ぃつけよあの自分でねあこうまあ「しこしこ」やわね「しこしこ」 あれほどね言葉ないでしたしよう」言うたら俺芋引こうもてない。もうあれそれは勘弁してくださいと思ってはいほんでこの剣道怖いししこしに関しても引いたことだけないですよいやそれも知らんかったからはいでたたえ読んでて俺風信でもやったぐらいですよいや風神の時やばいだね。やめときゃ でもやった男なんですすごいね。それはいやだからそういうところでこう見ていったらおすごいなと。うん。これはもううんでもやっぱ俺の永遠の憧れというか目標はもうやっぱ大好きです。なんで？いやそう星に関して。あもう芸に関してですけど。星にってなやね。いや俺がね。うん。あのそれこそこのアンギャーというライブね。はいはい。あの福岡県でライブやったことあるんです。 で福岡県でああのまあ、ライブ終わった後まあ飲み食いしてお腹パンパンでベロベロなって二人でホテル戻って、うん、で僕部屋戻ってからあし閉まったコンビニ寄って水買ったらよかったと思って、うん、すぐ部屋に荷物をいて水買いに行って、うん、ほんならあのでホテル戻ってきてエレベーター乗って上がろうとして閉まる寸前に一人女の子がバババっては入ってきたんですよ。うん 女の子はこのエレベーターの可動のところに顔をこう向けてこっちに顔見えないようにしてブルブル震え出してむちゃくちゃ怖かったです俺何やろ何やろこれ思ってブルブル震え出して一言「だから言うたき」って言って「えだから言うたき」って言って「えだから言うたき」って言ってそのあのおもらししたんですよえ なんじゃん、それ。すごいな。なで、その後、もうだから言うたきってボタンばばい,いっぱい押して、<laughs> うん、一番最初に止まったところで出て行ったんです走って。うん、で、残された僕は、あのじ、本当床が濡れた状態のエレベーターの中で、うん、女の子はボタン何個も押したもんだから、自分の部屋にたどり着くまで、うん、8回ぐらいこう止まってね、うん、誰か乗ってきたらんて言うたんやろうっていう。うん、こう、チーンって開くごとにこう下がびしょびしょで僕がこう、それ見てるという。<laughs> そういう事件が起こったんですよね。<laughs> あ福岡で,はい、はい、で。そのことを大輔さんに報告したんです。実はこんなことがありまして。してくれたな。で、お前どうしたその後。うん、って言って。うん、いや、それこそ部屋戻って、うん、あの、それ系の AV みたいなやってないかなもう朝まで探してなかったですわ。みたいに言ったときに、うん、あ、正式に初めてかもしれないですね。大輔さんに。うん、説教されたっていうか。うん、お前な、って言って。 け？そんなことで済んだんお前、うん、部屋帰って AV でみたいな、うん、俺やったら絶対その時床の液体触ってた,ってってたんやほんまってそれ <laughs> 言ったんですよいや俺ほんであこの人すごいなと思っていやいや床の液体に中指トンとやってから部屋戻ったて <laughs> 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 あこれこの人には勝たれへんないや違う違う違う <laughs> <laughs> 違う違う、それはおかしいや。いや、言うたんそんなこと言うたっけしかも酒も入ってないっておかしいや次,次の日の帰りに報告してますからや、やせやベペロペロやったやろ。ペ <laughs> ロペロ,ロやったことにしてほしい,い。次の日の福岡空港ですよ。<laughs> 俺が、ったら、指でトーンとそれ触って、その、川川沼に部屋戻ったっていう <laughs> 何し、何勝負てんねん、俺は、それ。やっぱおかしいな。なんかそういうのな。自分でもなんか嫌なあ。いや、だっるわ。尊敬してんすよ、俺は。尊敬すな、こんなことで。 こんな人なりたいと思ってるんだな、こここに一人おるってことだけは分かっておきます。いや、ありがとう。はい。いや、それは喜ばしいことなのかな喜ばしいことやと思いますよ。あ、ちょっとせっかくやからね。生なんでメールとか募集しましょうかあ、そんなんしたい。はい。そんなんしたい。はい。じゃあ、今の政治への不満とか。一応やめろや答えられへんやんけ、これ。答えられへんやろ いや、やめとこうもっと簡単な、なんか。悩みああ、いいですね。ね。うん。思春期の悩みとか。あったも俺がって。ねえ。そら、俺もありましたよ。いっぱいあった。ねえ。もう、悩んでた、毎日。今、今日。どうかなりそうでした今日なんか、ようわからんけど、あの、な、包み紙っていうか、あの、紙袋が5つぐらいあって、全部、ラブミテンだ。 天下って書いてあるやつですよね。はいはい、あれ、天ガめっちゃ、もらったんですかが送ってくれたんですよ、あれ。あいや。人中祝いですよね、だから。天ガを人中祝いであんな送ってもらうのはい。いや、すごいですよね。でもあのー、この天ガの人、まあ僕は仕事もやっ、よくやってるんですけど、うん、テン天の仕事をようやってんのはい。やっぱ見抜いてるなっていう、うん、僕の好きなやつを揃えてくれたセット。うん。僕は天ガ US っていう、あの、すごいあの、 ま、言うたら、ま、言葉はく言けたらブカブカのやつと、天外スリー黒っていう、もう、きつキツのやつ。これ交互にするのが好きなんですよ。<laughs> 何やねん、それ。どうでもええわ。いや、でも今はさ。あやっぱ俺のことよく分かってくれてるわ、っていう。ごめんごめん、話のとっちっで、俺の入ってたやつ。大輔さんのは、あの宮川大輔様用とか入ったとこた。 あれなん,なんこれあの、天下社も公式発表はしてないんですけども。うん、最初に、うん、あのー、アメリカのゲイの団体に依頼されて作ったやつが入ってました。<laughs> お前、俺そっちだわ、ボケ。<laughs> 間違えてますよ天ガの会社の方。いや、でもありがとうございます。両方からね。両方からってどういうこと二で使えるっていうやつです。いや、そんなんさ、はい。だって早、 はや、動かす速さって、人それぞれやん。そこまでちゃんとシミュレーションできるわけですよ。いや、でも、二人でしょはい。二人で言うたら人、確かにあのー、押し引きがね。うん。押して引くが一緒同士やったらもう全く動かないことなるそうやん。ほん <laughs> で、もうちょっと奥にグッとやりたいときに、もう向こうも欲しがってるときにどうしたらいいのいや、だからそこまで真剣に考えるのがそうや <laughs> 違うわ。<laughs> いや、まあありがとうございます。あれは、ね。じゃあ皆さんの。 悩み何でもいいですねえそれを。あの、そうです。思春期の時に体験した。いや、ええ。ちょっとエロい話とか。そんなしたぶだって今やったまだこれちょっと喋れるんですかはい、全然喋れます。11時半まで喋れます、子供ままあの、だから、今やった点があるやん。はい。でも、僕らの時代って、ま、なかったやん。ほんで、ダッチワイフ、ガチャガチャでね。はい。 あの、千円であったんですよ。あの頃は粗悪品ですよね、もう。ほんまに。もうほんまに、膨らませるだけ。あの、なぎ目部分がちょっと出てる、あの、噛み出してる。そうそうそう。痛いぐらいね。そう、言うだ浮浮、き輪の、浮き浮輪浮輪です。浮輪。僕ら浮き輪としてたんですよ。ほんで、それもさ、ガチャガチャですね。しかもあれ、水沈めとすぐ穴開いて、もうって沈んでいくような。弱いも弱いやつ。止めてあるやつ。ほんで、ガチャガチャであったんよ。千円で。で、それ俺高校の時にも絶対、 絶対顔を見て、ガチャガチャしたら、下半身だけで。そうそうそう、下半身だけの昔ありました。上半身と下半身分かれてんの昔。今じでもラブドールとかの時代ですけど。ほんまそんな感でしたもんね、昔。で、また上が欲しいやん、やっぱおっぱいの。で、もう一回やってまた下半身二つや下半身二つやったもん。俺も下半身のありました。でもあの頃は、あれしかなかったし、あの子のこと好きでしたもん、俺ちょっと。いや、下半身だけやん。はい。 いや、でも分かります。なんかね、大事にしてましたよね。言うてましたよ。だってサバンナのヤギっていう後輩がおるんですけど。いますよね,ね。ヤギも結構あの、下半身熱よく使ってたらしいですけ、ね、ど。<laughs> あいつ、あいつ、こたつに、こたつに潜ってるという設定でこたつにこいつ、こたつに潜ってって言うて家帰ったらするって言ってました。そうね。はい、あ。 やっぱすごいね、それは。はい。いや、でも、な、そう、天、天が、あったやん。女の子から送ってほしくないですか思春期のエロかった思い出みたいな。いやも、欲しほんま、女の子の方男の子のもやいわ。いいや、でも。でも女の子のそんな話聞くことないじゃないですか。<laughs> そうやね。でも、男の子もいい。ごめんなさい。ください。はい。いや、だから僕らやったら、あんな天がみたいなあったら、今やったら溺れるけど、俺らなんかほんま、ねうん。 なんか、ラーメンを冷やしたやつとか。そう流行りましたね。ねえ、あと、こんにゃくとか。でも、こんにゃくなんか、なかなか手に入れ、あの、変われへんかったし。変えないし。俺も、ほんまに、はい、あの、夜十一時ぐらいになったら、お母さんがお弁当で、うん、あの、こん、 あの、こんにゃくを薄く切って、あの、縦に線入れてくるくるってやったああ、ちょっと、結んだみたいな。んだみたいな。美味しいやつですよ、あれ。そうそう。甘辛くやったら。あれをぐツぐツって炊いてたら、もう全然お腹減ってへんのに、これやと思って、お風呂入る前に。うわ、お母さんめっちゃ美味しそうやん。いや、まだ炊けてへんでて、いや、ええねん。言うて、もう、あっちたちの口なんかバーン入れて、うん。ばあ、噛む真似して、うん。そのままお風呂行って、口からで出して、よし、これや思って。 これで行くぞみたいな、その、結び目んとこはい。あの、切ったあるとこに、スって入れたら、プツプツって切れて、日本になって。ういたから。よう湯がいてたから。日本になってもうて。はい。で、巻きつけてもあかんから、これあかんなぁ、思って。ほんで、ちょっと、この小麦焼くどうしようみたいな。で、窓だけちょっと開けて、開けたら、その、窓んとこ、うちになんかこんな、鉄格子みたいなのついてて、そこにカラカラカランってこう巻きつくっていうね。 おじいちゃんお母さんに、あの、僕、こんにゃく好きやし、もうちょっと、あのー、太めに切って、体当時、<laughs> 言うてたりとか。今やったらそんな悩みないですよ。ないでしょうね。今やったら天下とかありますから。いろんな可能性探ってましたもん、あの時。うん。あったよ。はい。パン<前>一気に穴開けてとか、ね。手がめとけや。で、やったらもう、あまりにも抵抗なくて。<laughs> でも、これ家族に食わしたら大変なことになる思って、<laughs> 泣きながら食べましたけど。<laughs> 食べたんや。はい。 もう、はとにやれいな、そうな。<laughs> いや家族だけは犠牲にできへん。そ,うそんないろんなね、皆さんの思い出を送ってください。お願いします。受付メールアドレス、mk.allnight.com、はい。mk.allnight.com まで。うん 送ってくださいはい。はい。1>, い1時間半今日ね、やらせていただけるんです。そうですね。もうあと残り1時間ぐらいになっちゃいましたいやー、じゃあちょっとここで1曲聴いてもらいましょうか。えこれ僕のあの、ちょっとリクエストなんですけど。はいはい。なんでまたいや、これね、ほんま思い出があってね。はい。まあ、話すと長いんで、もうちょっとやめときますけど。やめんのかい。<laughs> いやほんまに結構長いんですよ。はい。でも、いや、じゃあ僕、高校1年の時にこれがまた、あの、CM とかでやってたんですよ。 で、これ、それに憧れて、ほんで、その時ずっと俺東京に来てたんですよ。あの、平井っていうとこなんですけど、あの、金市町の隣なんですけど。で、親戚か何かはい、親戚のとこずっと泊まりに来てて、で、この曲聞いてもうたまらんよって、クリスマスもいたんですよ。ちょうど冬休みかなんかに来てて、ほんで金市町のとこで友達がナンパしてきてあげるわ、言うて、ほんでナンパしてきてくれた子がいるんですよ。で、その赤のダウン着た、1個上の。で、 そのなんか、ゲップ上がってますね。そう、なんかスパイも上がっていた <laughs> で、まあそのあの、東京駅まで迎えにあ、送りに来てくれて、僕は京都に帰るときに。はい、で、まあちょっとこう、なあ、中したっていうかね。そういう思い出の曲なんですよ。ちょっと甘酸っぱい思い出なんですね。うん。だからちょっと、ちょっと早いけど、今、まだ時期、かまだ曲はね、あの皆さん分かってないけど、だいぶ早いんですよ、これ。 1>, 1ヶ月ぐらい早いんですけどちょっと今1ヶ月半ぐらい,早い1ヶ月半ぐらい1ヶ月ぐらいか 1>, 1ヶ月ぐらいですね皆さんもちょっと聴いていただきたいと思います、はい、山下達郎で「クリスマスイーブ」です「オーライニッポン」<music> 宮川大輔玄土小林のオールライトニッゴールド宮川大輔玄土小林のオールライトニッゴールドさあというわけでね玄土、はいえー、小林ですええー、もういいでしょうそれは いや山下達郎さんに助けられましたね浄化されますねツっとなんかねトントンホーンタンっていう前奏ねトンタン <laughs> トンタン違う全然違うオープニングのトークが全部浄化されたようないやほんまによかったありがとうございます,あい,ますいい曲や山下達郎さんに結果的に救ってもらいましたねはか、うん、らずも、うん、いやよかった、うん、じゃちょっといろいろ来てるらしいですよ あ、ちょっと読んでいきますこれめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。皆さん、こんな時間に。北海道のバスケットカウント。やめますこれ読むの。読もうもうそこまで言うで。33万取られた件ですよ。いやいい大丈夫、大丈夫。恨んでるでしょ、まだ。いや、恨んでない。全然恨んでない。やめて、俺そんな小さ、顎、顎どななってる顎太ってますよ。太ってる思い出した。腹立ってんじゃん。そんなことないですよ。北海道のバスケットカウント、ラジオネーム。僕が入ってたバスケ部は男女合同だったので。 うん、女子がドリブルで突っ込んでくると、うん、ドリブルのコースの正面に入って、女子とぶつかり合うというディフェンスを必死にやってました。分かるわ。どんだけ全力で当たっても女の子って柔らかいもんですね。うん、これ。わかる。ね俺も中学柔道部入った時に、うん、一学の上に女子が二人いたんですよ。しかもちょっと可愛い人。はい。あれで、あの寝技の練習するんですよ。中学生やから。うもうたまらんね。 絶対に僕のせいで辞めましたもんね、二人。あ,あそう。はい。僕、あの、常に同級生の中で力ある人やったんですよ、はい,はい。腕力が。うん,うんうん。だから、中学校一年生の中では多分、相当腕力ある方やったんですよ。うんうん。で、中二の女子って言っても、やっぱ抑え込めるんですよ。うん、<laughs> いや、そりゃそうでしょ。でも、あれでしょ。など何こう、固め技とかによりますよ、ね。はい、固め技の練習で。 うん、どういうことをもう<の>明らかに、その、なんですか、元気印になっちゃうんですよ、やっぱ女性と触れ合うなんてないから。ああ、腕ひしぎいっても、ちょっと。何をやってももう、大きいんですよで。いつもその練習終わり、着替えで、家帰ってパンツにいでみたらほんま、なめくじを放ってたんかゃなみたいなもう糸引いてるやんけん。<laughs> <laughs> そう。てらてらに光ってるんですよ、パンツが一応。いやいや <laughs> 虹色に。いや、まあ、ね。レインボーパンツや やっぱりなんかね、あの、あかんなと思いながらも、ひっつけたりとか、しちゃうんですよ、ね、寝技の練習中で。俺のせいでやめたんちゃうかなって、ず,ずっと今まで気になってたんですいや、でもしゃあないよね。そこは、<う>も先生の。顧問のせいですよ、ね。そう、もう先生も、もう。わかるでしょっていう。うん、あんただって中学校1年生とかあったでしょっていう。うん。うん、そこを一緒に指すっていうのはもうダメよね。うん。もっと大学生とか。 もっと大きくなってきたら、大丈夫やろうけど、はいえー、そこまで言ってやっぱこう体力の差で。うん。ね、あ、そうか。やっぱ練習ならないんじゃないですか。うーん。うん、まあそうやな。でも、さっきのさ、どんな時でも女の人柔らかいって言うけど、はい、ほ、わかるよね。なんか、あの、ほんまに廊下でバー ああ、ぶつかった瞬間。柔らかって思いますもんね、女の子って。頭がここにカーンって、もう顎のとこにバーン入ってんねんけど、その中で柔らかって。いや、それは硬いでしょ。頭が顎に入ったら。違う違う。頭が顎は硬いでしょ。ごめんなさい、ちょっと言葉足らずやったわ。ああ、他で当たってるとこ。バーンって顔に当たってんねんけど、肘ぐらい胸のとこがバーンって当たったら、うここは硬いねんけど、柔らかって思ってるよね。思ってます。 あれその女の子の柔らかさねいやたまらんよやっぱりおっぱいってどうやって遊びますは遊ぶ柔らかいの代表選手日本代表おっぱいじゃないですかやっぱりどうやって遊ぶんですかおっきいおっぱいの子はまあやっぱりまあまあまあ揺らすよねうん揺らしたりあとちょっとこう伸ばしたりするよね わ <laughs> かる <laughs> こう、こう。押さえつけて。押さえつけてっていうか、こう、一回グーってしてみる。うどん寝るみたいに。うん、そう。一回グーやってみる。<laughs> 乳首だけはこう、ちゃんとね、保護しながらこ。残るけど皮膚が伸びるっていう。手で丸を作って、<laughs> グー押すよね。<laughs> こ<う>は<ぁ>とやっぱ尊敬できるなぁ。いやいや、あなたはどうな遊びしない僕は、あのー、乳首を、ええ、あのー、目で挟みます。<laughs> 何言ってんねよ、お前。 <laughs> 入れるんですよ、目に。いや、何がおもろいの俺、それは。上まぶたと下まぶたで挟んで、目に入れるんですよ。うん、うん。目に入らへん,んけどな、あんなもん。いや、入れるんですよ。入れてまうのもう。はい。僕、だから女性とそういうことになると、次の日はほんま、超主力みたいな目にした。いや、それ腫れるよ、それ。<laughs> それ腫れるよ。自分がな目倒したやつでしょはい。 これ、ちょっと山下達郎さんの曲かけますかけますまだエグないこれ。ジングルをね、山下達郎さんにしてもらったら。そうですね。次はちょっと真面目に。ありがとう、バスケットカウント。ありがとう。はい。そういうもんやで。じもう。え、大阪府のイカシタマンボウ、18歳。毎朝、通学中の電車に25歳ぐらいのすごく可愛いお l さんがいるんですが、大きくて綺麗な形をしたお尻がたまらないです。そのお尻に顔を詰めて息を吹きかけて、あっ。 と感じる姿を妄想する日々が幸せです。うん、これを、ね、ほんまにええよ。18歳の生かしたまま18歳で、うん、あのー、まだそう、いろんなことは知らないと思うけど、うん、これほんまいいですよね。おっきなお尻。うん。じゃあ、それはあなたがほんまに、もう、M やからでしょそれもドーナツ、どうのつく一緒の店行ってるやん。やめろ <laughs> おいやめろおい、いっぱいの人が聞いたんや。<laughs> いや、あのー、これ本当に、知らない人多いと思いますけど、うん、ま、関西のッとだけ言っておきましょうかね。うんうん、こっちを、客を、椅子として扱ってくれるお店があります <laughs> ちょ、っと待って。それは自分の持って行き方やん。<laughs> 俺は椅子にはなったことないよ。マジですかないよ。椅子は嫌やわ。<ー>うん。椅子になるのはい。で、ありがとうございますとか言ってるの 椅子はそんなこと言わないです。無言です。<laughs> 椅子やんあ、もう、音入って。宮川大輔、電動小林のオールナイト日本、ゴールド。 宮川大輔剣道小林のオーライ日本ーイトゴルドさあ、えー、この時間は宮川大輔ケン小林のオールナイト1本ゴールドをしていますといこといねありがたいことにいやほんまにありがたいですよ、ね、あなんかえー、やえー、やつきましたよ<え>、はい、ラジオでもファイヤーダンス失敗、うん、おっぱいの遊び方うん言いましたよね僕はおっきいおっぱいがあったら、うん、砂糖女優かけて全力で吸いたいです、ね、何言たんねんこいつ。 でも、この感覚ありますよね。ないわ。何歌うのこの人。えこの感覚ないっすかいや、俺、佐藤ジョーとかも、俺。例えば、例えばですよ。これがおっぱいやから、なんか、こう、生々しく感じるけど、うん、下着やったらどうす <laughs> 全然やって。下着は、大介さん、どうですか下着やったら、うん、そうやなぁ。いや、 どう、遊ぶか多分、あの、どうやってもやっぱ被るとか。そうやね。合うとかなるじゃないですか。昔ね、あの、ドクダミソーってあの、漫画ね。はい。あれであったんは、なんかね、ドクダミソーの主人公がいて、ほんでもうメガネ、あの、牛乳瓶の底みたいなのかけたやつがね、あの、下着泥棒しとるんですよ。はい。こんなんあかんで、言うて、その、主人公が怒るんですよ。はい。ほんで、あなたこれどうやって使うんですかって言ったら、はい。これはね、ちょっと待ってよ、いて、あの、カチャカチャって昔、あの、 こう、傘かけた、あの、ランプみたいな。ランプみたいなのあるでしょ。はい、ランプにそのパンツをこう、かぶすわけですよ。はい、あの、ちょうどその股んとこがこう、こうなるように。わかります上の屋根のとこに。で、こう。全体仮面の顔面のようにかぶせるわけですそうなんですよ。下のあの、電気にちょうど当たるような。はい。はい、で、 それを見んのかな思ったから、はい、その牛乳瓶の底みたいなやつは、<laughs> みあ水をね、霧吹きで。霧吹きでシュッってかけるんですよ。で、しばらく待っとるんですよ。ほんならそのライトの。私のランプやから白熱灯ですよね。そうそう、白熱灯で熱を持って、<laughs> その <laughs> 水が水蒸気に変わるわけですよ。その水蒸気をその牛乳瓶の底のやつは、<laughs> っるんですよ。<laughs> なんじゃこれよ、思って。<laughs> <laughs> それはすごいなと思いましたけどね。普通嗅いでとか、吐いてとか、巻いてとか、そういうね、楽しみ方かなと思ったんですけど、それはなかなかすごいなっ僕は、その、偏見はないんですけど、あの、下着は下着やと。誰が履いてても。でもやっぱり、あの、び、なんかどう言いたいのかな、美少女って言うんですか眉みたいな。ああいう、このやつ 塩でいきたいなみたいな感覚がんん素材がいいやつ。<laughs> お寿司屋さんみたいに。これ塩でもおしかがりください。もうタレじゃなくてね。タレじゃなく。いや、それはもう無理ですよ。そんなもん。いや、だから僕ほんま、あの、ヨーグルトをおっぱいにかけてそれをとかは、まあ、もうちょっともう嫌ですね。でもなんか、まあ、んほんまんニュースで、うん、なんかカナダでね、魚体盛りが流行ってるみたいな。いや,やわ、もう、魚体盛りはえええわ。なんであれ刺身なん カナダかなカナダで。確かカナダや。サーモンとかやかななんか日本の文化が間違えていい。サーモンでしょうね。サーモンやろな、多分カナダやったサーモンが。うん。いや、ちょっと、それはもう僕は、ちょっと違うわ。僕は違うわ。いや、確かに僕は違うって言われてもさ、誰も、女体森なんか経験してないです。そね。良さが分からへんというか。エロさは、エロさはもうないわ。いや、エロさはあるでしょ。いやいや。 ないよ。だって、さっきの僕の椅子の話やんだけど、サラ皿として来るんですよ。うん。皿は、もう無表情なだけですよ。そういうことそういうなんかエロがあるんじゃないですか、そこにそうか。この人、皿として生きてんねうん。今夜は、と。なるほどね。はい。そはちエロとエロ。そこがエロいんじゃないですか。なるほど。うん。皿というか、船、船です船やね。はい。あの、船はね。はい。船として。船として。 あ、オーナーホールの代用品の情報が来てますよ。お<い>、ちょっと教えていただきたいですね。嘘やろ出だしで嘘やろって言いたいですけども。うん、三重県のラジオネーム、うん、モポコロニョータ、18歳。うん、僕は中学生の頃、自作で天画を作っていました。ええー どうやってえー、空のペットボトルを半分に切って、はあ、そこに片栗粉を水で溶いたものを入れて、うん、太めの木の棒を刺したまま電子レンジにかけます。ああレンジから足すと、うん、片栗粉がゼリー状に固まっています、おすごいおそして木の棒を抜くとまるで女性器には程遠いですが、うん、生理目覚めたての僕の努力の結晶ですとすごいね。 なんかええ、えらいですね。えら、ー、い。でもで、言うたらそれでしょあの、暖かなかったら、除石にはなってないっていうことでしょか暖かい。でもいいです暖かくしちゃったでも溶けるかもしれないですからね、これ。え、暖かい時に、あ、そういやいや、あの、冷やすんですよ、また。あ、また冷やすんですかゼリー状に固まるとま。あ、そういうことですごめんなさい、ごめんなさい。えー、いや、すごいね。そこまではなか、もうほんま。でも、こいつとは酒飲めますよね。なんかね。うん。 そこまで、こう、なんか、真剣やっていうの嬉しいよね。うん、俺もそんな真剣になったことあるとかね。うんうん、こんにゃくとかそうですよね。うい,うよいいですね。こういうやつ偉いわ。こういう人増えてほしいな。ものづくり大学ってこういうこと教えたりね。<laughs> いやいや、いらんやろ、そんなん。<laughs> 本来こういう理念じゃないのかと思います。<laughs> いや、まあ、すごいですよね。でも自分で天が。そう、また最近はもうなんか、あのー、工夫するなんてことあんまなくなりましたね。うん。もう全部そういうお、ね、思ってるもんがありますからね。でもそう、天がとか使ったとしても工夫できますもんね。どういうことですかもう本当に僕なんか、あの、使い始めて、もう惚れ込んだ初期の頃なんか、やっぱりそのまま、あの、舐めましたもんね。 次の日、口の周りガチガチになってましたけど何してんのそれ, <laughs> それはこうしないでしょあんなの。いや、してたんですよね、やっぱり。<laughs> なるほどね。あのー、ソファーの背もたれと座椅子の間に挟んだりとか。<laughs> ああ、はい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 。はい,はい、はい、<laughs> なるほどね。はい、あいろいろ、やっぱりするんですね。正直、あの前住んでたマンションのクローゼットバカなってましたもんね。<laughs> <laughs> クローゼットに挟んで、ガムテープで固定して、そのまましたりしてましたね。<laughs> はあ、もう、それはあれですかあのー、まあ、自分で、まあ、動いてっていうことで。そうです。自分で動くことっていうのがなかなかね、やっぱり。<laughs> でもさ、クローゼットやったらもう、クローゼットを持って持てるやん。<laughs> そう、そ <laughs> ブワンブワン、ブワンブワン言うんですよ。キーやん、硬い,いやん。やんはい、ブワンブワン言うんですよ。そそれなんかもっとええのないんかなとりあえず部屋は真っ暗にはしてたんですけどね。<laughs> いや、無理やん、手触りで、ね。<laughs> <laughs> 宮川大輔剣道小林の「オールナイトニッポンゴールド」大輔さん何とんでもない情報が飛び込んできましたえ何 ?AKB の松井咲子さんがああこの放送を聞いてると Twitter でつぶやいてますとええーうれしいいや5回ときたさっき俺繭やった塩でいきたいとか言ってたじゃないですか <laughs> 松井さんも塩でいきたいっ何言うてんねんいやー言うてはるわ今多分これ聞いてて <laughs> いや、でも嬉しいですね。ちょっとこれ、節度持った方がいいかもしんないですね。いや、そりゃそうですよ、ほんまに。アイドルの子がね。そう。やれ、クローゼットと寝てる男のね。うん、ラジオ聞きますか。<laughs> 30分前まで息子とスカイプで話してた男が、その後、30分後に、67のおばちゃんと、D、ね、70のおばちゃんとディープやめろ、もう、その話。<laughs> 言うな。ちょ、ほんまにあれやろ。困って。俺のことやったらほんまに何でもええ思ってるやろ。<laughs> 何言うてもええ思ってるやろ。尊敬してるからですよ。いや、俺だけやったらええねんけど、<laughs> 俺のお父さんの話とかも、<laughs> テレビとかで言うやろ。あれ、やめてほしいね。一回ね、あのー、大介さんの実家行かしてもらったことあるんですよ。あ <laughs>、俺 <laughs>、えー、なんかえらい喜んでくれて、お父さんも。ああ、ああ、ケンバくん言うて。ああ<ー>。来てくれて、ああ、来てくれて嬉しいわー。言うて、ゆっくりしてって、あ、ちょっと、 おたの趣味見るかみた,みたいな。なんかあの、あ、ほんまですかーって、ばって、お父さんの部屋入ったのが作りかけのね、うん、あの、軍艦のプラモフみたいなのが置いてて。<laughs> <laughs> ね、これ好きでな、今ちょっと、完成させる夢みてん船が好きなんですね、やっぱりね、お父さん。そうやね。そうやね。まあ、あの、もともと海とかそんな好きでな、うん、あ、そうやな、ね、大介さんもあの、かやまゆさんの歌、お父さんに教えてもらったら言ってたな、みたいな。<ー>思ってたら、 ファックスがメーメーメーってこう、ファックスがね、うん、ダイス好もうお父さんの部屋のファックスが起動したんですけど、うん、たまたまねあ、ファックスが出たと思ったら目に入っちゃったんですけど、そこにファックスに書かれていた一文がですね、あなたのクレジットカードは使えません。<laughs> 言うな、それ。わ <laughs> かるこんな、え歳のお父さんがクレジットカード審査取らへんかったかっていう、息子の気持ちを考えろよ。<laughs> それをこういう公共の電波で、しかもこんなね、もうすごいところで言うんじゃないよ、本当に。松井さん。最後まで聞いてください。聞いてな、ほんまに。ごめんな。あ,あ,あの、ほんまに、あれやん、あの、しんどなったらピアノ弾いて。あの、サコちゃんですよね。はい。あの、ピアノ、ジョーザさん、自分でピアノ弾いて。それか、あの、もう耐えられへんようになったら、あの、<うん S 2> ご自宅にある。<ああ S 2> 山下達郎さんの CD かけていけいやるかな。あったらね。わ <laughs> か,かった。<laughs> ごめんごこれかかるほらもうョーカー。ああ綺麗な気分になれたうんごめんごめんお父さんのクレジットカードも審査通りそうやそんなんですねありがとうこれ本当にあのー、今回はあの特別にやらせてもらってますけど、うん、万が一またやれるような機会、うん、いつかね、うん、それは僕らもレギュラーでやらせてもらってしたいしたいその時も 助けて達郎のコーナーできましたね。<laughs> 助けて達郎。<laughs> また変な話でこれが流れて浄化されたな。浄化されるっていう。マッチポンプですけど、ね。怒られるわ、山下達郎さんに。ん山下達郎さんってほんとすごいなありがとう,う。ほんま浄化されるね。不思議とね。ちょっとちゃうような。はい。ね。ちょっとあの、毛色の違う。うん。え、<laughs> どうしたんですかえー、口癖はソイソース。あ、ほう。22歳。 醤油、醤油ですね。じゃ分かってるよ。僕だったらおっぱいを燻製にしたいです。もうやめろや。じゃあ全然一緒や。続きや。<laughs> 味わい深い香りをお腹いっぱい吸い込んだ後、口をつけてバーってやりたいです <laughs>。<laughs> おかしい。何言うてんのこれでもう聞いてるやつもおかしいやつが集まって、回電波を受信したですよ。回電波を出してしまったがゆえ 突然、あかんと思って、飛び起きて、ラジオつけたやつがいるんですよ。なんか流れてるって言って。いや、燻製にしたいってなかなかですよ。燻製はないわ。ないない。ちょっと脂むもん。そうそうそう。ちょっと年いくもんね。ちょっと年いく。そういうことですから、燻製って。うん。でも、二十歳ぐらいでも、多分燻製にしたらもう四十手前ぐらいになるやろ。まあでも、旨味は閉じ込めるんでしょうけどね。やっぱ燻製の良さとして。やけどや。ちょっと、変えます。変えよう、ほぼ。 神奈川地だら坊や、うん、僕は目の前におっぱいがあったら乳首をストローで吸ってっそのストローで牛乳飲みます一緒 <laughs> もう何も言わへんこれ何言ってんの <laughs> そう一回乳首をストローで吸うんですいや分かるよそ,そのストローで牛乳飲むんですって <laughs> <laughs> あな,なんかクローン技術みたいな感じで、うん、<laughs> 違うとこにポンと写してなこっちにおっぱいのエキスいくみたいななるほど、うんうん、なかなかですねそれはなかなかあ<ー>上級者やなおっぱい遊びっていうのはいろいろみんな考えるんですねいやそれはね、うん、やっぱり最近腹立つんですよなんか何が<を>あのー、おっぱい好きって言ったらなんか幼稚とかいう風習なんか傾向ないですか みたいなんまあまあだからみんななんかお尻好きって言い出してるんですよ今世の中ふざけんなって思うんですよあれどうしたんびっくりするやんすいませんちょっと僕の中の「腰シナカシが出てきましたふざけんなあ曲かかってきましたそうなんですよじゃあここで一曲お聞きくださいオーラルシガレッッツでスタゲト 剣道小林のオールネイト一本ゴールド宮川大輔です。剣道小林です。この時間は宮川大輔剣道小林のオールネイト一本ゴールドをお送りしています。はい。11時からはですね。うん。IBC、岩手放送でも放送がスタートします。わー、なるほど。岩手の方も。今から聞いてくれはるんです三又さんとかですね、だから。いや、そうですね。三又又蔵さん。剣道家臣さんが聞いてくれてる。ねあ、家臣さんもそうなんです家臣さんもあのあたりの方。 なるほど、ねえー。そうですか。残りあの30分なんですけど。いや、もう早いわ。あっちゅうまですね。あっちうま。もうエンディングいきますなんで <laughs> まだあと30分あれ、たっぷりいけるよ。はい。あ、うん、やっと来た女の子からやっと来ましたよ。そう。こっちも聞きた。こっちを聞きたかった。もうおっぱいの遊び、もうええ。もうちょっと遊びたいですけどね。いやいやいやここにあったら遊びたいけど。ラジオにも旨味。 えー、私の思春期の悩みは、うん、男っぽい言動を何とかしたいことです。<ー>何度も治そうと思っていますが、なかなか治りません、うんえー。男子とも、 友達として接することしかできず。うん、恋愛したいけどできません。うん、やっぱりもう少し女の子の、この、女の子のような言葉遣いを無理してでもやった方がいいんでしょうか。うん、また、自身が高校生の時はどんなタイプの女の子が好きでしたか。うん、大輔さん、健子葉さん教えてください。なるほど。<ー>いやでもこういう女の子っていましたよね。いましたね。で、ほんまに友達になるような子。<laughs> でも、この子のことを考えればやっぱり女の子の言葉、 ガガンガン使っていった方がいいいいと思いますよいやでも急にそれなかなか難しいと思うよ。だって、ほんまに男っぽい子なんでしょうね、さっぱりした。それは、あのー、友達としては、うん、我々好きになれますけども、この子の未来を考えれば、まあね。やっぱりもう全てを、女を意識した方がいいんじゃないですか。 すべてよですか、うん、でも、あんまり女の子、女の子をしてたら、僕らは言うたら、まあ言うたらな。僕でもたまにやりますよ、女の子意識して。はいや、思いっきり男やん、自分。はい。僕はもう、髭も生やし男ですし、うん、男の中でもどっちかって男のあれ強い方ですよね。はいはい。そうですだからちょっと、ちょっと女の子のふりするときありますもん。どういうことですかパンツ脱ぐときに、うん、親指両手引っ掛けて下ろしたりしする。ねん、それ。女の子っぽく。 <laughs> <laughs> 親指だけ通して、左右で腰のとこで。<laughs> ほんでスッとパンツ下ろしたら、すごい鏡で見たら女の子っぽいんですよ。そ、うん <laughs> なことないよ。これちょっとやってみてください、うまみさん。あの、いやいやお風呂入るときに鏡見て。いや、それはごめんなさい。親指2本を左右でズバッと突っ込んで、それだけで下ろすの。うん、それだけで女の子っぽくなれるんです、うんうん、うまみさんも、それはやってはると思うよ。そういうことじゃないと思うよ、悩み。だから、まあ、どうしたらええかですよね。だから、そっからやいうことですか、うん そうです、うん。なるほどね。優しくなれると思うんですよ。うんうん、あの、そうなることによって。僕もそう、実際女性に優しくな、昔もっとひどいやつやったと思うんです、僕。うん、うん。でもやっぱり、うん、あの、さっき言うた見た、さっき言うた、大阪の秘密の店みたいなの行った時に、<laughs> <う>その女の、子役をやらされたことがあるんですよ。うん、そっから、やっぱ女性に対して優しくなれたんですよ。 まあ、あれですよね。その、だから、その、女の人の気持ちになった方が、うん、あのー、なんか、優しくなれる。というかね。いや、それはありますよね。だって前まで、本当若い時の僕なんかは、うん、そういう女の子とそういう風になってる時に、うん、キスしてって途中で言われた時、うん、え、さっきしたやんとか思ってたんですよ。うん、17、18秒前にしたで。なんか俺が忘れてるみたいに思われてるのかな。 うん、と思って、ちょっとな、なんでやねんやろなって思ってたんですけど。うん、あわかりますもんね。やっぱ女の子の役やったらね。ずっとキスしといてほしいっていう。えそれはもう言うてもうてんのキスしたよって。言うてますいや、それはもう。<laughs> 気色が悪い。<laughs> <laughs> いや、わかるけれども。はい。うん。でも昔 わ、わからんかった、ね。昔は分かってなかった、そういうこと。ああ、まあ、はい、昔でそうやもんね。はい。やっぱこっちも若かったちもあるし。もっとこ、<今>もっと本能だけで動いてたじゃないですか。やっぱり自分、うん、勝手というか。うん。うん。やっぱ相手思いやれる気持ちになりましたよ。 だから、この、うさ、う,うまみさんの悩みには答えてないかもしれないけど、聞いてる男性は、女の子と真似ちょっとだけした方がいいと思う。<laughs> いや、それはちょっとわからへんけど。うまみさんも、あの、男っぽいことはもう備わってるわけやから、うん、ちょっと女の勉強してもいいかもしれないですね。うん、でもまあ僕はまあこのままでいいと思いますよ。<え>そんな、いや、そんな急に、ね、うん、ズボン履いてる子、あ、でも、そうやな。 スカート履いたりしたら、またちょっとびっくりしますああそうそうスカート履くだけで変わると思いますよ。うん,うん。マイクロミニとかいきなり履いていって。いや、なかなかでしょ、それは。いきなりすぎますよ。まあでも、うん、大丈夫だと思いますよ。僕はこのままで。まさか綺麗事言ってんじゃないでしょうね。いや、綺麗事じゃないよ <laughs> な。いや、っていうか、はい、いや、真剣に考えてみてんけど。真剣に考えてますよ。じゃあ、あんまり、その、いい答えが出えへんかった。出えへんかった。<laughs> ごめん、うまみさん。また、チャブ人に相談してみて。そうですね。うん、違う。ごめん、ほんまにもう全然今、なんやろ。男から、男の子からの相談乗りましょう。そっちがええわ、やっぱり。え山形県の、うベネット静かに暮らしたい。うわ自分は最近、何の AV を見ても、もうすでに一度見たような既視感に襲われてしまう。 いまいち興奮することはできません。あ、でもわかるわわかるわこれどうすれば新たな刺激を得ることができるのでしょうかこれわかる。わかります昔やったらね、あの僕も、そのね、DVD を買いに行っても、買わへんで買える時とかあんね最近は。うん。もうなんか、おもろないねな興奮してへんねん。昔やったらもうそのお店行っただけでも興奮してたし。してましたね。うん。やけど、 いや、もうほんまに、今ほんまに、昨日も言ってんけど、うん。一本も買わへんかったもん。へえ<ー>、うん。なんか、違うと思って。だから、なんか、普通のやつ、<ー>普通のやつって言っとあれやけど、うん、なんか、ええねん、僕普通、もう、おもろないねん。なんか、もっと自分の思ってるバチーンっていうのが、出てくれたら買うけど、それが、ほんま一本、一万円やっても買うけど。てかったやん。<laughs> 長崎で。<laughs> 長崎で AV ショップ行ったんですよ、一緒に。<laughs> いや、もうその話ええやんか。うん。で、俺はもう普通の、あのー、企画ものと、うん、俺は普通の企画ものと、あのー、好きな女優さんの2本買ったんですよ。だいたいその両面で僕は楽しむんですけど、うん、大介さんがね、あの、1本1万オーバーので <laughs> クソババクソまみれみたいなところから動かないい。や、違う、待って、待って、それは違うわ。<laughs> あ、違う、いや、あれが違いましたね。クソまみれじゃないよ。れ俺そこはあかんもん。んクソまみれは、あのー、うん、おまけの DVD 持って帰ってくれ。そうそうそう。って言ったときに、そんなんしか揃ってないものを、<laughs> うん。これかな、って大好きさんが一回指伸ばしたのがクソババクソまみれいや <laughs> いやいや、いや、じもらわへんやったらっていうね。おまけやったら、まあ、これで、ね。くずかわへんやん。おまけで、あのー、 俺はだからその DVD 日本買ってちょうど1万円ぐらいやったんですよ。うん、だから一本好きな DVD 持って帰っていいそういうキャンペーンみたいになってる店で。うん、大介さんは7万円持って帰っていいよっていう、7万使ってるこの人ってなって、<laughs> 旅先で。違うね。僕の好きな、あのー、そのメーカーのやつがもう、はい 今まで見たことないようなやつが、死ぬほど長さがやったから旅先の AV ショップで7万使ったこの人ってなって。<laughs> いや、もう一回。も大んそ,その持って帰れっていいとこの棚のやつがですね、その、クソ系しか残ってなかったんですよ。うん。それはあれほんまだ。ほんで、だから大輔さんが、こっちのエロ本でいいかな、みたいな。<ゃ>あ、いいよ、その7万も使ってくれたし、持って帰って、って言って、<laughs> はいって言って。じゃあ7冊選ぶね、って言って、7冊選んで、あい、じゃあ行くよ、って言って出ようとした時に見せるんですけど、あ,あ、ちょっと一回確認させて。 おじいちゃんやったんですけど。<laughs> えっと、これね、えー、1、2、3、4、5、6、7、8、8! ってなって。一冊誤魔化そうとしてるんで違う,違,う違う、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 違う。いや、違う、違う。それは、<laughs> あのー、そういうことじゃない。自分もほんまに間違えただけです。そんなね、 そんな絵本でもなかったから、やっぱプレゼントするような本でしたから。<laughs> 誰にやいやいや。だから。誰にプレゼントするいや、ほんまに間違えですよ。えの本を誰にプレゼントするすおじいちゃんから一冊いけるのちゃうかなと思ったわけではないで。ではない。ほんまに、ね。やめてください、ほんま。わかりますいや、なんか疲れてきたわ。<え>今の話、ごめんなさいね。ちょっとちゃう感じ行きましょう。真面目だね。なんかあの、ほんまの悩みみたいだね、うん。そうそう。あ、女子から。あ、女子。 えー、ラジオネーム。あ、26歳ですよ。大人です。大人や坂の住人。<laughs> 私はこの春から一人暮らしを始めた社会人1年目の女性です。<laughs> はい。老人暮らしが長かったんですかね。うん 1>, 1年目、26歳。ああ、そういうことか。私の家には月に1回、実家から心配した家族が様子を見に行きます。うん。先日も私が仕事に行ってる間に、母と姉と弟が来て掃除をしてくれてました。 その日はいつもよりがっつり掃除をされていて、押し入れの奥まで整理をされていました。服も畳たたんで入れ替えがされていたにもかかわらず、通販で購入したバイブと、お得用コンドームとローションの入った段ボールの周りだけが何かから守るようにしまってありました。<れ>優しさが痛くて26歳にして思春期の男子の気持ちを体感しました。はい、お二人は家族にそういうものを見られた経験ありますかああるわ。いや、全然ありますよ。ね。それこそ一人でしてる、 とこの、おかんが急に飛び込んできて、両手で隠したんですよ。それでなんか、当時、隠せたと思ってました。あ、もうバレバレやもんね。ちか、おかんもわかるやろ、お前。いや、わかるわかる。でも、わざとでしょ、あれ飛び込んできたの。いや、と。あんた何してんのって言って。う入ってきたんです。いや、もうわかってんねと思うね。何やろ、あん何やろ、あれ一回あんた何してんのって言うの。わかってるやろ、とう今だったら。そうそう。うん。何なんやろね。わかね。あれ、どういう心理なんでしょうね、あんた何してんのは。 わかるやろっていう。いけずでしょあれ、単なる。うん。この子、勉強最近せえんから、いけずしたろっていう。だなんか、あれちゃうあの、お父さんやったらわかるけど、お母さんはでも、なんか、してんちゃうかなでも、みたいな、どうして接してえかわからんじゃんお母さんも、その。ほんで、もう、もう、わからん。わかしてん。あんた何してんのってなうん。ちゃわからんけど。そうなのか。あの心理、未だに読めないんですよ。 どういうつもりで飛び込んできたんやっていう。いや、ほんまにもう、なんか、分かってますよね。絶対分か、分かってないわけないじゃないですか。うん。うん。うん<あ>。わざとでしょ。でも、あの、わざとじゃないケースもあるんですよ。<う>おばあちゃん。俺おばあちゃんにもう10回以上見つかってるんですけど。あ <laughs> あ、それは辛いな。いや、おばあちゃん、うちのおばあちゃんね、あの、ああ夏でもね、おばあちゃんは辛いですね。冷えるから言うて、はい、あの、 毛トの靴下をずっと履いてるんですよ。だから全く足音がしないんですよ。歩いてる音も全くしない。そうですよね、軽トの靴下って。ほなもうおばあちゃんなんかもうパッて見つかって、ちょっとおばあちゃんって言うても、もうそのまま自分のやりたいことをするんですよ。牛乳飲もうってたらもうそのまま牛乳飲むんですよ。みたいな。うじないんですね。うじない。あんな愛してるのとはならないです。ならないです。さすがにこう長年生きてるだけあって。うん。 でもそれが困ったよね。ほ、うんまに、ね。<ー>ちょ、おばあちゃん、もう靴下に脱いで、と。<laughs> 無理や。ほんまに。無茶なお願いですね。うん。<laughs> いや、軽、まあ、トラを靴下で、ほんま音、全くせえへんからね。無茶なお願いしましたね。<う><れ>靴下脱いで、で、2回目ぐらいの時言ってましたね。でも俺の性の目覚めの一玉はおばあちゃんなんですよ。えどういうこと俺、あの、いわゆる大きくなるじゃないですか。 自分のあれって。それがなんで大きくなるかが分かってなかったんですよ。たまになってんなっていうのがあって小さい時は分からなかったですよ。で、なんか、あの、家でテレビ見てて、なんかあの、言うたら洋画が流れてて、なんかヌードシーンがあったんですよ。昔はね。はい。僕も大きくなってたんですよ。それが因で大きくなってるなんか自分自覚ないから、の大きくなってる。また大きくなってるわ、思って。横でおばあちゃん見てたから、おばあちゃん見てたまにこんな何年。うん。って、 見せたんですよ。うん、パンツ脱いで。うん、ほんなおばあちゃんが、これって言って、指でピーンって弾いたんですよ。うん、それが気持ちよくて <laughs>。う <laughs> <laughs> おばあちゃんのせいでちょっと目覚めたんですよ、<laughs> え、それどれぐらいですかそれ4年、3年生。ああ、でもまあそれぐらいですよ。はい。だんだん。うん、うん。おばあちゃんのせいですかおばあちゃんのせいですね。<laughs> 俺、夢ん中のおっさんのせいなんですよ。<laughs> え やっぱそっちや。いや、違うね。僕が、よ、いや、幼稚園の時に見た夢やねんけど、電車に乗ってるんですよ。で、シて開いたら、もうね、スーツのおっさんが入ってくるんですよ。で、そのおっさんが僕の横に座って、僕の門をぐれぐれぐれ回すんですよ。僕の門。僕の門。青春小説みたいですね、僕の門。くれぐれ回して、で、僕が、あ、なんか気持ちいいなっていう夢を、大介さん。幼稚園の時、え ゲイやん。ゲイの目覚めやないで何言ってんの違うやんか。おっさんに僕のもんをぐるぐるぐるやられたんでしょ違う違う違う。夢の中で。違う違う。違う違う。ほんで。違う違う,違う違う。で、そういうことをなぞっただけやねんけど。小学校2年の時に夜中に、はっって思い出したのあんよ。案内面見たな。はい。で、ちょっとと思ってこう、ぐるぐるってやってみたんよ。そのおっさんみたいな。ほら、ものすごく気持ちよかったんよ。で、行く感覚があったんよ。ゲイいそれは何も出てないですよ。 子供ですから。はい。でも、ああ、気持ちいいみたいな、そのエクスタシーに達するあの感じはあったんですよ。で、はあ、あーと思って、そっから僕ももう、自分のもんをこう、れ <laughs>、も回す癖がついてもうて。いや、大好きでほな、ね、ある日お母さんがね、あれ、大好きのパンツ、買ったばっかりなのに、前、すぐもろもろだなるなって言われて、<laughs> やばい 俺、俺,俺、回してんのバレる思って。<laughs> ブリーフのま、前がね。前見頃がモロモロなんもう、モロモロなって。<laughs> すぐモロモロなんだって言われて。<laughs> ドキーして、これやばいよ思って。で、お風呂、お風呂に行ったら、お父さんの TG があったんですよ。TG かみそりが。TG かみそりこれでちょっと沿ってみよう思って、<laughs> パー作ったら、モロモロが取れたんですよ。<laughs> ほんで、これできる思って、<laughs> モロモロ取って、置いといたら、ほら、しばらくしたら、お父さんがお風呂入って、<laughs> ほら<ん>、<laughs> その T 字を使って、おい言うて、うち、はい、のお母さん名前読んで、お何やこれ、もろもろついてんぞってなって、<laughs> 白いの何やこれってなって、<laughs> そのパンツのあの、もろもろがもう、<laughs> その時2倍馬かな、まだ。<laughs> 2倍馬にきっちりガー挟まってて、なやこれってなって、やばいってなって、ドッキリして、はい、まあそっからそのパンツの上からじゃなく、はい、あのー、まあ、回すようになったっていう。何 <laughs> の話これ。<laughs> <laughs> <laughs>

大介さん。はい。測らずもですね。お<う>あのー、その、募集したわけじゃなかったのに。うん、おっぱいの遊び方が止まらないんですよ。うん、募集したよ。多分。らずも。募集し、してないかちょっと読んでいきましょうか。はい、お願いします。ラジオネームバスケットカウント。うん。えー、下からおっぱいに掃除機のノズルを近づけていって、吸い込まれるか、吸い込まれないかのギリギリのところで止めて、うん。おっぱいが、かすかにプルプルプルってなるのを見たい かいこれでもわかるわ。わかる。無重力状態にしたいわけでしょうん。こう、パパみたいな、そこの前でしょパパパね。パパパパ。ああ、わかるこれは、ええこと言いますね、こいつ。うん。ありがとう。まだありますよ。ええ神奈川県。ラジオネーム、浴びるほど飲むタイプ。私は目の前におっぱいがあったら、自分の名前が書かれた旗を乳首に立てたいです。 実際、旗立つでっていう乳首の人いますよねなんかあの真ん中。<laughs> ああ、凹んでる人ですか凹んでる人。陥没あの、陥没じゃなくて、ちゃんと乳首やるのに、あのー、ゴルフのカップみたいな穴、穴なってる人いますよね <laughs> いや、僕はあんまり見たことはないです。<laughs> 陥没はあります、ね。筒みたいな乳首の人。<laughs> 言うたら。<laughs> マジではい。ええー、それは、まあちょっと。お子様ランチの旗ぐらいだと立てれんちゃいます、ね、遊びますね、それは。はい まだ来てますえこちら。戸市ペイ。はい。小生ならば、おっぱいをテーブルの上に置き、常に湿らせ、ビニール袋を広げるときに使いたいです。何を言うてんね、こいつ。何を言うてるんですかあれね、置いてあるやつね、スーパーで置いてあるやつですよ。はい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 。あれに使うと。もう人はいないんですね、ここには。おっぱいしかないんですね。そうですね。こちら。 眼力強し。はい。僕だったら目の前のおっぱい、その左右にそれぞれ命を与え。うん、それらが喧嘩したり、時にはじゃれあったりしてるのをずっと見ていた <laughs> おかしなってきてますよ。いやもう全然違う。おかしなってるよ、<ー>ほんまに、ね。まあ左右それぞれ違いますもんね。ん大介さんそれ昔一番興奮したり言ってましたもんね。<laughs> 言わんでへんやん、それ。<laughs> <laughs> ねえ、なんかありますよね、でも。 その、随分違ったんでしょ左右で。随分違いました B と D ぐらい違いました。B と D。うん。2カップ差。2カップ差。これはほんま、ありがとう。めちゃくちゃ興奮したて言ってましたありがとう。いや、両方楽しめるというかね。なるほど。こちら。トゥルーマンショー。はい。え、スパイがおっぱいを仕込むように。あ、スパイがダイナマイト仕込めです。すいません。コートに大量のおっぱいを仕込んで、パッて見せたいです。ああ。もう、なんか、 本当に人が亡くなってきてますよそうですね。はい。単体。おっぱいのおもちゃみたいなありますもんね。水風船みたいな。そういう感覚ですよ遊びましたね、どっかでね。遊びました。買ってね。遊びました。最後なんか、中の駅、ビューで終わりましたね。遊びすぎて、ゴム破れて、ジュー出てきて。あの時でも大好きさんで本気よくどっかのね、アンギャーで行った件で、ガイドさんのね、船にそれ当てて触ってたんです、僕が。そうそう、それはあかんぞと。はい。 それはあかんぞって言ってパッと取り上げたあとあのおっぱいのおもちゃ大輔さがポケットにしまったのがちょっといまだに気にはかかってるん,んですけど、はい、まあまあそのあいやその破れるまで遊びましたね <laughs> 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 宮川大輔剣道小林の「オールナイトニッポンゴールド」さあ宮川大輔剣道小林の「オールナイトニッポンゴールド」そろそろお別れの時間です。うわー早い 早いですね、ぜひちょっとお知らせさせていただきましょうかお願いしますえ冒頭からね、何度か話してるアンギャーというトークライブ47都道府県回ろうっていうねはいそれ四47都道府県回っちゃいまして回りま今2周目突入してますありがとうございます海外もね今回はいろいろシンガポールタイと行きましたねまだ今年もどっか行きたいですね行きたいですね2周目もん、本当にタイも行きたいですね行きたい さあその2週目突入しているのですねはい、うん、12月、うん、香川県香川県お邪魔します、うんえー、アンギャー香川公園、うん、え香川県ですね 市民会館12月12日金曜日やりますやります18時半会場19時開演全席指定の前売り3000円当日3500円参加資格は18歳以上高校生以下入れませんまあこんな話ばっかりしますそうですよねチケットを頼せばチケット吉本もしくは会場の丸亀市民会館まで残りわずかなし早めにぜひお願いしますお願いいたしますさみちですね 終わりですよ、ね、いやーほんまあホンマにありがとうございましたありがとうございましたねえんかもうずっとおっぱいの話とか、うん、もうそういう話ばっかりでしたねこんな話もしかしたら人前でした初めてかもしれない嘘つけんずっとや <laughs> ずっとや <laughs> 感想来てます、はいえー、ラジオでも「つバめの番長」ありがとう 僕はまだ未経験でおっぱいの扱い方を何もわからなかったのでお二人からたくさんのお話聞けたんですごく勉強になりましたありがとうございましたこれダメですね俺らダメなこと言ってないですよそうそうそうどれも参考にしたらダメなことやからホンに生卵を扱うぐらい丁寧に扱ってあげるんです実際の時はそうそうわからんかったらわからんなりにねやったほうがいいでも一回目には挟んでほしいなんでやねんそれはもうおかしいよバーン叩かれて終わりよ 長っ,っけコオロギマングローブ、はい、おっぱいの話をずっと聞いていたら、うん、まだ触ったことないんですが触った気になれましたありがとうございましたいやいやいやほんまですか,かまだ触ったことない人もそれもちろん多いですよねそうそうそうまあほんまにあったかーてやわらかてえ,えもんですよないいもんないよ本当にうん 体のまだ触ってないところどこやろうと思っておっぱいが、うん、もう顔は全部手はもちろん、うんえー、お足とかでも触ってたんだと,と思けど、うん、腕の外側で触ったことないと思ったんですよ、うん、肘より上のこの外側、うん、それで一回おっぱい触ろうと思ってこう肘腕の外側でおっぱい触ったから、うん、自分でこうか頸動脈締めてしまったことありますけど、ね、<laughs> 肩固めみたいな感じ <laughs> いやこんなところで触ってもねでも気持ちよかったですよいや分かりますどこに当たっても気持ちいいよさいいね髪の毛洗ってもらってる時とかにこうあの、ね、立ててる髪の毛の先っちょにさっさぐらいでももう柔らかさ分かるもんねどんな状況ですかそれえ どこで頭洗ってもらってるんですか。いや、そう、ね、ね、寝てね、ボロンとこう、美容院、美容院でね。あ、そういうことですか。また言葉足らへかった。もう一回いきます、これ、ラジオにー口癖はソイソース。お二人のラジオがレギュラーとなったら、コーナーたくさん投稿しますと。助けて達郎のコーナー、ボロボロのモロモロのコーナー、おばあちゃんの靴下のコーナー、魔法陣。 日本放送さんお願いしますいや無理でしょうこれもレギュラーで僕らやらせてもらえることなんで今日ぜひやりたいです手応えありたいです達郎やのコーナーぜひ、ね、スペシャルウィークにはもう達郎さん来てもらういや無理や生歌で浄化してもらうもんいや無理や,無理,や無理ですか無理やはもう お別れの時間ですわ大輔さんわあ、残念ですでもありがとうございました、えー、また会えたらいいですねそうですねお互い生きてる会えることもあるでしょうなにゃんよまたいつかお会いしましょうケントコマシでした宮川大輔でしたありがとうございました